アメリカの記者が尋ねた。タフになることについて何かアドバイスはありますか？我慢。タフネス日本代表、 G1 7回目の夏も耐えて耐えて耐え忍ぶ。その先にしか咲かない花がある。メインだからこういう試合をしようとか、セミだからこういう試合をしようとか意識は全くないんで、ただ目の前の相手を潰しに行くっていう気持ちしかない。こいつを倒すとかそういうのはない。全員と潰しに行く。夏の主役に駆け上がるのはネバー無差別級王者、石井智広。